とりあえず6時ぐらいまでなんかやろうかな。なんだこいつ、笑いだって舐めてんな、叩き潰す。はい、それでは参りましょう。いびきの心の叩き潰すか。では早速行ってみましょう。笑ってられんのも今のうちやぞ。名前だけ、顔だけにしとけよ、笑えんのは。チャンスになった時の集中力は脅威となってきそうですので、ほんまか。チャンスになった時の集中力ってことは得点圏高いのかな。水使えないのは、いや、あ、ミスター、オッケーしちゃった。あ、ミスター、やばい。打者で使いたかった福水、やっちゃった、もう。うえダメなんだって、これだと。これは良くない。相手、久方か。面白い。やってやるよ。よし。おっと、まだ守備が。お目覚めといったところか。俺は温まってきてよ、もう。やりまくって。ギャーほら、お前さ。ほら、こんな通り。面白え、マジで。パワープロ。パワープロって面白えな。ああ。ほら。てめえ、どこだよ、日本。俺、イギリスだからよ。日英戦争勃発だな、これは。俺に宣戦布告したといい。言っていいんだよな、今の。ゲッツーは。おい。オッケー、ここちょっと4番。野宮頼むぞ。打っちゃって、エラーしろ、バグレー落とせ。命拾いしたな。あ、まだ始まったばかりだからね。いいよ。先頭バッターはタバサブロ。初球打ち引っ張った、ミチル戦鋭く切れていきました。ファールです。投げました。今なんか止まったな。第3球を投げた。なんだこれ。まあいいや。これでワンアウト。よし、ブラック、やっぱみんなブラック使うよな、こうしてみると。第2球投げた。決まってストライク。テンション上がってきた。足りめえだろお前。実質4連休のあれだぞ、初日やぞ。しかもこんな早起き。早起きは3本の得。ブラック、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。まずは1問。この試合で勝って、いいこととさせてやる。なに？おい、落とすなよ、守備に売りにしてる選手が。お前のせいでサードに進められたじゃねえかよ、ポーケが。ゲッツ取れ、頼む。ウェーイウェーイ、パープルオブキングの名前をものにする男。ウェーイ、ベミンベンベベンベンベベベン、私は最強。どんな相手でも屈しない鋼のメンタル。おい、わらわ女王やぞ。セティちゃん、わらわに横しやがれ。ヒット。 WBS 総試合50杯超えちゃった。それどこで見れんの。多分俺も超えてるよ、うん。やべ、久方絶好調だからな。打ちやすいピッチャーだと思うけど、くそー。月曜休みじゃないけど、在宅だから実質休み。トップバッターはデイタフミト。ボール。第2球。投げた。よし。キャネンドラってこんなあれだったっけ。ダメだっけ。投げた。やばい。うわ。だからお前。一塁セーフ。ちょっとファーストにのボートやめろや。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。あ、ゲッツ、ショートが変な動きしてた今。男やべ、併殺やべに改名してくれ。頼むからここで併殺して。併殺やべだろお前。チャンス F だろ。チャンス F の吐きのしどころ。おい、ずるいって。やばい、ここだけだから。アウトしてくださいよ。ベン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 。
ベベーベー、うわー、水足ったから変なとこで開けたらこうなっちゃったじゃねえかよ。もう面白くねえなマジで。打つなよそこ。ゲッツーすれば盛り上がるんだよお前。ゲッツーしとけや。ゲッツー愛好家だろ。オッケー、分かってるじゃん。うえー、面白い面白い。やっぱゲッツーねえとな、面白くねえわ野球。うん、さあ2点、 2点のハンデを背負って俺に勝てるのか。さあ、うん、ボール球投げてくるな。あ、打てる。 OK ナイス。よし、こんなんやホームラン1本打てば同点なんだよお前。さあどう抑えていく。ここくそ、なんとか上位に回してくれ。3番まで回せば俺のもんだ。やばい、ゲッツだけやめて。 OK ナイス。よし、ノーアウト1、2塁、大チャンス。いいぞ、俺にも満塁のチャンスよこせ。こっち表なんだから、ここで打てなかったらまずい。てか負ける。やばい、 OK、 よし来た、満塁来た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 。さあノーアウト満塁、勝っちゃうぞここ。しかも足の速いブラック、あー特殊能力が一気に3つ4つついていく。これがどういうことか分かるか。俺の勝ちってことだよ。 OK、 じわじわといたぶってやる。さあノーアウト満塁、1点差。苦しい苦しいよな、俺の苦しみを共有させてやる。いや、まんまんべべ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 べ、誰がこいつにとどめを刺すか。ああ俺だ、私よバカが、俺だ。さあここまで来たらもう決めざるを得ないよな。うりゃー、気持ちいい。射精より気持ちいい。えっ、しこしこしこ、ねっ、初めての精通。俺にとって野球っていうのは生命活動そのものだからよ。よし、さあここノーアウト2塁。さらにちょっとコールド勝ちするぐらいの勢いじゃないとな。フロー入ったな、フロー。うん、試合中に俺はついに覚醒をした。どうだ、あー無理か。ちょっともう2点ぐらい取りてえな。セキチャンスへ。くそ、輝きせや、ホモの力見せろ。ホモザメ教えられた、あの力強いバッティングを頼む。ここで発揮してくれ。どうだ、あー無理か。また掘られ直しだなこれは。まあ3点か。海津で行くけど打たれたらちょっと考えるか。初球決まってストライク、変化球にキレがあります。1球目ストライクから第2球投げました。よし、まだ掘られてない。いや、パワープロ12で、てかパワープロどっちなんだろう。掘られたね、なんか戻った後なんじゃないかなこれは。ちょっと詳しいことわかんないけど、よく打ったな。警察オブキングか、警察したいのか。そうか、させてやろう。じゃあ警察しろ。お前に渡すわ。お前に渡すっていうか、俺はそもそも持ってないけど。うわー、どんだけ警察きれい。あー、やっちゃったよお前さ。もうなんでなんだよお前。こいつ夜の営み覚えてさ、ちょっとまた開くことに快感覚えてんじゃねえお前。ふざけんなよ、変なこと言わすんじゃねえよ。OK、ここでホームランとか打たれなければ。あーもうマジか。うわーやばい、
もうやべえ、ちょっと待って、1点差に追い詰められた。やべえ男、やべえ来た。ちょっと待てよ、神だか。そう、ピッチャー変えるか。いや俺はこいつを信じる、福水を抑えてくれ、頼む、ここだけでいい。オッケー、ナイス。